ウェリントン・マーラは NFL のニューヨーク・ジャイアンツのオーナー。1959年から死去するまで共同オーナーを務めた。ニックネームはデューク。ニューヨーク州ロチェスターに生まれた。父親のティム・マーラが1925年にニューヨーク・ジャイアンツを設立した頃にはボールボーイを務めた。フォーダム大学を卒業後、ジャイアンツのフロントに入った。 1943年から1946年まではアメリカ海軍に所属し、大西洋、太平洋の洋上で勤務、最終階級は少佐であった。1960年代前半に彼と兄のジャック・マーラは巨額のテレビ放映権量をニューヨークのような大都市のチームだけでなく、小都市に本拠地を置くチームにも分配することに合意した。ジャイアンツが メドーランズの奇跡で敗れた1978年までは、それまで長年にわたり、自らチームの意思決定を行ってきたが、1979年、ロゼールの助言を受けて、ゼネラルマネージャーにジョージ・ヤングを起用した。1996年のオーナー会議で、ヒューストン・オイラーズがテネシー州へ移転することに対して反対した。1997年にプロフットボール連動入りを果たした。 1999年にローレンス・テイラーが殿堂入りを果たした際には最も影響を受けた3人としてビル・パーセルズ、ジョージ・ヤングと並んで彼の名前が読み上げられた。テイラーが薬物中毒から立ち直った影にはマーラの影響があった。彼の墓2005年10月25日、癌のため89歳で亡くなった。 彼が亡くなった後の最初の試合でジャイアンツは NFC 東地区のライバル、ワシントン・レッドスキンズに36から0で勝利した。マーラがオーナーを務めた間、チームは地区優勝13回、NFL チャンピオンに6回なった。妻との間には11人の子供を設け、42人の孫が生まれた。その中には女優のケイト・マーラ、ルーニー・マーラが含まれている。ありがとうございます。